東京大空襲から1週間ほど経ったその日、笛子は家族全員をマロニエ荘に集め言い渡しました。家族みんなで岡崎に帰って暮らすまい。東京はもう物騒でおられん。食料の調達も難しいしね。岡崎ならうちもあるし、子供たちも食べさせていける。さくらちゃん、おばさんも帰るね。うん。そうだね。俺が一番いいね。みんなで帰らない。問題はももちゃん。あんただわ。できればあんたも一緒に来てほしい。こんな時だからこそ、家族一緒に肩寄せ合ってたい。いつまた空襲があるかわからんじゃんか。そんな時にあんた一人東京に置いとくのは心配なんだ。今の病院をすぐにはやめられんだろうけど、落ち着いたら辞表を出して岡崎に帰ってこられん？考えてみる。だったら俺もお邪魔させてもらってもいいかな。え？え、さ、ずずしいな、百も承知だよ。よくわかってるよ。だけど正直言って俺も東京で暮らしていくのもう怖えんだよ。俺働くよ。さくらちゃん知ってるよな。俺こう見えて小金作る才覚あんだよ。食って寝るだけの居候になんかならねえからさ、頼む。そうだね。安次さんがおったら案外頼りになるかもしれん。そうね。まあいいでしょう。ありがてえ。俺さ、何でもやるからさ。その代わり帰る時の荷物持ちやってもらいましょう。任せてくれよ。来週にはもう退院できますね。君のおかげだ。いえ、私は何にもしてません。君に出会えた偶然に感謝しなきゃな。私も気になってたんです。2年前に退院されてからずっとどうされてるんだろうって。兵役免除になって徴用工として働いてたんだ。家族3人でね。一緒に住んでた父も空襲で死んでしまった。ご家族のこと本当にお気の毒でした。なんとかやり直すよ。もう一度一から。あの子の面倒を見ようと思ってるんだ。このままご両親が現れなければの話だけど。あの子の、これも何かの縁だと思うんだ。あの子を見てると娘を思い出すんだよ。そうですか。ほっとしました。あの子のことを気になってたんで。私岡崎に帰るかもしれんのです。姉に勧められとるんです、一緒に帰ろうって。そう、いや、なんとなく君はずっとここにいてくれるような気がしてたから。私も本当はそうしたいんです。でも、いや、申し訳ないなんて思うことはないよ。そんなこと思う必要はない。誰だって家族が一番大切なんだ。助からない人もいるのに、君は家族が助かったんだから、その家族を大切にしなきゃいけない。人が守れる命なんて限られてるんだからね。
どうかしたの？お姉ちゃん、あっちのお部屋の患者さんたち見てこないといかんから、折り紙のおじさんと待っててくれる？用事が済んだらすぐに戻ってくるからね。落ち着いてください。すぐ電気来ますから。有森さん、大丈夫？逃げなさい、サッチ！サッチャー！暑い、暑いよ。どうしたの？お父さん、お母さん、嫌だ、死んじゃ嫌だ。お父さん、お母さん、死なないで。大丈夫。火はもう消えたよ。お姉ちゃんがおるから大丈夫。お母さん、サチを置いてかないで。サチって呼んだね。サチ、サッちゃん。お母さん、サッちゃん。なるべ、岡崎さ帰るのね。こんくらい大丈夫だよ。まったくもう自分の絵の価値が全く分かっとらんのだから。なんで燃やしちゃうの？昨日も絵燃やしとったよね。何があったの？なあ、もう気にするな。一家が岡崎に向かって旅立つ日、桃子がマロニエ荘を訪ねてきました。おはようございます。桃姉ちゃん。桃ちゃん、忙しいのにわざわざ見送りに来てくれたのか。ありがとう。みんな待っとるで。あんたもなるべく早く岡崎に帰っておいでんよ。そのことなんだけど、ねえ姉ちゃん、私のことは待たんでほしいの。それは岡崎には帰らんってこと？ええ、私はここに、東京に残ります。どうして？桃ちゃん、私を必要としてる人がここにはおるから。桃ちゃん、あんたには家族がおるんだよ。みんなあんたを大事に思ってるし、あんたを必要としとるんだよ。ごめんね、フェネちゃん。あの空襲の日、私が真っ先にしたことは病院に駆けつけることだった。そしてお姉ちゃんたちの安否も確かめんで、怪我をして運ばれてくる人たちの手当てを私はし続けた。次の日も、その次の日も。私は家族を捨てたの。大勢の名前の知らない人たちと、自分の家族とどっちかを選ばなくちゃいけないとき、私は家族を捨てたの。これが私の運命なの。うん、
そんなこと、そんなこと許さんよ。あんた一人東京に置いていくなんて、別れ別れになるなんて私は嫌だ。上がってやれ、笛子。ももちゃんにはももちゃんの道があるはんで。もも姉ちゃん、私はもも姉ちゃんの気持ち分かるような気がする。ああしたいとかこうしたいとかじゃないんだよね。人を助けたいって気持ちがもも姉ちゃんにとってはそれくらい強い気持ちなんだよね。私は応援する。何にもできんけど頑張りんよ。東京でありがとう、さくらちゃん。時間か。おばさん、やっぱり和幸さんのこといいからいいから、あ、行くなら行こまおい、みんな切符買ってきてやったぜ。ふみよと、あいよ、これね。おお、さくらちゃん、さくらちゃん、ありがとう、やすじさん、よく手に入ったね。じゃの道は蛇よ、こういうことは俺に任せとけっつんだ。桃子さん、一足お先に岡崎に立ちます。桃子さんが来られるその日まで、皆様の健康と安全はこの俺が責任を持ってお守りいたしますので安心してください。はい、ありがとう。いつ帰れるかわからんけど。いつ帰れるって、これ切符。桃姉ちゃんは東京に残ることにしたんだ。俺聞いてねえよ。桃子さん、よかった、間に合った。岡崎に帰るって聞いて飛んできたんだ。言いたいことがあって。言いたいこと？東京に残ってほしい。俺この秋には徴兵される。だから時間がない。今のうちに母さんに孝行がしたいんだ。母さんって？母さん、俺の母さんなんだろ。あの後父さんを問い詰めて白状させたんだよ。事情は全部聞いたよ。だからもう嘘つかないでくれ。人々に本当の別れの時、決断の時が来ようとしていました。